新型コロナの影響で2度の延期を経て3年ぶりの開催となった香川丸亀国際ハーフマラソン。今回初めて大会記録などを更新した選手にボーナス賞金が贈られる賞金レースとなりました。男子は外国人選手がレースを引っ張る中、トヨタ自動車の太田智樹や箱根駅伝で優勝した駒澤大学2年の篠原幸太郎、中央学院大学2年の吉田玲志が先頭集団に食らいつきます。例年以上のハイペースでレースが進む中、14キロ付近から外国人選手が抜け出し、徐々に差が開き始めます。最後はハーフマラソン世界歴代4位の記録を持つ NDA ソフトアスリートクラブのアレクサンダー・ムティソがラストスパートで逃げ切り、大会記録を8年ぶりに更新する59分17秒で優勝。ボーナス賞金300万円を手にしました。日本人トップの太田は日本歴代3位となる1時間8秒の4位でフィニッシュ。それに続いた篠原が日本人学生記録を更新する1時間11秒でゴールしました。後半きつくなってしまったところで、すごい悔しい気持ちが多く残った部分があるので、また来年以降機会があれば出場して、記録出したいなっていう思いは今のところあります。一方、女子はルートインホテルズのカムル・パウリンが序盤から独走状態。最後まで粘りの走りを見せ、大会記録を17年ぶりに更新する1時間7分22秒でゴールし、こちらもボーナス賞金300万円を手にしました。日本人トップはパリオリンピックの代表選考レース MGC の出場権を持つダイハツの加世田梨花。日本歴代6位タイとなる1時間8分11秒の2位でフィニッシュしました。しっかりもっと足作りをすればマラソンもいい記録出せるんじゃないかなと思って、マラソンへの自信にもつながるレースにできたかなと思います。同じく MGC の出場権を持つ天満屋の谷本瑞希は1時間11分48秒で日本人2位に入りました。